西武451系電車上新電鉄100系、電車上新電鉄100系電車は、上新電鉄が1980年に導入した通勤系電車である。西武鉄道から451系と601系を譲り受けしたもので、上新千近代化事業の一環として、走行性能が劣る在来車両の置き換えのために、制御電動車、 蜘蛛派100型と制御不随尺派100型からなる2両編成が1980年から1981年にかけて3本、さらに後日の自己配車の補充用に1985年に1本が入選した。なお、本形式はあくまで新造車導入までのつなぎとして導入され、近代化事業が功を奏し目論み通りに増収が見込めるようになれば早急に置き換えられる予定であった。 西武451系には、オリジナルの制御付随車である、千四1471型が存在したが、上新電鉄が当初購入した3編成6両は、いずれも、制御電動車、四百451系であった。そこで上新電鉄においては 1M1T の、MT ユニットで運用すべく西武、所沢車両工場及び、自社工場において、以下の改造が行われた。 ただし、後日の事故の代替車として入線した105、編成は、当初より、雲白派の MT 編成で、雲ハの台車は釣り合いハリ式 TR14A、主電動機は、MT15 系のオリジナルのままである。塗装は200系一時車の登場時と同じくクリーム地に、窓周りや、雨どい、車体裾に、マルーンの帯を配し、そこに線型に習い運転台付近で斜めに下す。 アレンジを加えたものを採用した、上新電鉄百0百 k 編成。運用終了後倉庫として使用されていた上新、電鉄百0百三編成。百二編成は九百八十四年十二月二十一日に発生した正面衝突事故の被害を受け、翌九百八十五年に廃車。この時点で四百五十一系は西武鉄道で全車廃車されていたが、 最後まで在籍した、四百461区派1662が、まだ解体されていなかったため、急遽下回りなどはそのまま、同年3月にクモは105区派105として、入選した。なお、105編成派主社の出自から、クモはの全面は、く四百451型に由来する3枚窓、クハの全面は、西部時代にく四百451型と編成を組んだ。 元西部601軽電車の区派1651型に由来する湘南型2枚窓の相違があった。蒸気の事故以降塗装が変更され、デザインはそのままに赤とクリーム基調となり、103編成の晩年は200型と同じく旧標準塗装から紺色の帯を省いたコーラルレッド一式となり、これは廃車後も長らくそのままであった。 近代化事業は想定したほどの収益改善効果は上げられず、本系列の置き換えは新造車ではなく同じく、西武鉄道の中古車両である150系の導入によって行われることになり、1993年から1996年にかけて順次廃車された。最後まで運用されていたクモハ103クハ103は、廃車後、高崎駅構内で倉庫として使用されていた。 車体は長らくのざらし状態であったため後輩が著しかったが2012年11月に廃車後初めて塗り直しが行われた。塗装はコーラルレッドの地に紺色の帯が追加され、デハ205と同じ急標準塗装となったが2017年5月から6月にかけて解体された。なお、このカラーリングで営業運転についたことはない。 王子は JR 高崎線と上新線に挟まれた番線に留置されていたため、高崎駅に倉賀野駅及び南高崎駅方面から発着する双方の列車から見ることが可能であった。西武鉄道から隠し鉄二譲とされた元451系のほとんどは解体されており、現存車両は倉庫代用とされていたこの二両のみであった。 AB 端子電圧 675V 時、定格出力 128kW、定格回転数 780RPM。AB 端子電圧 675V 時、定格出力 100kW、定格回転数 653RPM ハット。鉄道ファンナンバー24494個。鉄道ファンナンバー24482個。 西武時代のこの6両は区派と2両編成を組んでいたが、編成相手は、相手が、反構成者の区派1411系だった。鉄道ファンナンバー24494校、寺田雄一、ローカル主鉄車用20年東日本編、JTB、JTB キャンブックス、2001年、P119、1984年8月に除籍。 上新電鉄100系電車が塗り直される、鉄道ファン公式サイト2012年11月8日、上新100型に飾り帯び鉄道ファン公式サイト2012年11月14日、上新電鉄100系103編成の解体始まる、鉄道ファン railf.jp、鉄道ニュース、2017年5月31日他社の、西部451形状都社。ありがとうございます。